しむがよい。私のライブどうだった？よかった？ひとこ、こいつか。お？行こう。はい。あなたは今から私たちと一緒に行く。私がですか？そう。私が？どうしてですか？まだ話していないようだな。説明を。指揮官。はあ、嫌です。聞きたくないです。と一緒にいます。ラピとアニスとネオンと一緒にいます。下着も服の下にちゃんと着ます。小麦をまき散らしたりもしません。銃口も覗きません。勝手に戦ったりしません。言われたことは何でもします。だから捨てないでください。指揮官、私のことが嫌いになったのですか？私は指揮官が好きです。指揮官も好きだし、みんなも好きです。みんなでご飯を食べるのも好きだし、みんなで見張り番をするのも好きだし、みんなで昼寝するのも好きです。みんな一緒にいるのが好きです。全部大好きです。だから捨てないでください。お願いします。私は一緒にいたいです。指揮官。
の時見た。ちっ、おい手伝え。はい。これはこれは手のかかるお嬢ちゃんだ。全員連れてきたのね。そう、あなたたちが真剣に頼んだから、私も真剣に対応したくて連れてきたんだ。ちょうど定期的に会う日も近かったしな。気にするな。こいつがこうなったのは私のせいだからな。さあ行こう。なんだ。そう、信じて任せろ。あんなに苦労してやっと再会したのに。それで、それで気分転換をしたくて地上へ出たら、いきなりピルグリムと遭遇してマリアンを奪われた。そう、ピルグリムがどうして急にマリアンを連れて行ったんですか。さあね、ただそうしたかったんじゃないの。あなたたちは何をしていたんですか。死ぬ気で応戦しましたが、ピルグリムのとてつもない力に敗北してしまいました。何ですか、その明らかに前もって用意したようなセリフは。指揮官、本当ですか。わかりました。そこまで言うならそうなんでしょうね。もう何かをする必要がありませんから。マリアンが消えて私たちはターゲットを失いました。作戦終了です。あまり乗り気じゃなかったの。行きます。あ、もし今度マリアンに会ったら、元気でって伝えてくださいますか。何を笑っているんですか。わかったわ、必ず伝えてあげる。もうさあ、私たちもそろそろやるべきことをやりましょうか。まずはシャワーから。それもいいけど、掃除からね。宿所がひどいありさまだから。うん、それもそうね。みんなでさっさと終わらせよう。じゃあ、掃除は指揮官様が戻ってきてからにしましょうか。それ、いい考えです。今やるわよ。マリアンの件はご苦労だったな。うまく解決できたようだ。もちろん、そのブラックボックスの塊を失ったことは痛いが、君にはそれ以上に大切なものがあったのだろう。まあ、前置きが長くなったな。君を呼んだ理由は、エニックが君を呼び出したためだ。そうだ、たまにあることだ。エニックの常識から外れた人物がいる場合、その者との会話を通じて学習をする。エニックが判断するに、君は常識を外れた人だということだ。そう違わないだろう。もしかしたら、むしろ
もっと優れているかもしれない。どんな会話をしたか報告する必要はないので、今すぐ行きたまえ。こんにちは。アークの管理を担当している AI のエニックです。よろしくお願いします。とりあえず座りましょうか。忙しいところすみません。ありがとうございます。質問をしてもいいでしょうか。ラプチャーとニケの間に位置したマリアンは、アークはもちろん人類にとっても非常に重要な鍵になる予定でした。俗に言う人類の未来のためなら、当然マリアンを中央政府へ渡すべきだと思いますが、あなたはどうしてマリアンをピルグリムに渡すような行動をしたんですか？わかりました。参考になりました。もう一つだけ質問してもいいでしょうか？私は自分で考えて判断する自律体です。人間やニケと同じです。違う点があるとしたら脳の有無です。あなたには私が何に見えますか？それを定義する要素は何ですか？そうですか。参考になりました。お時間をいただきありがとうございます。代価として聞きたいことがあるなら答えましょう。はい、それは私です。私がコードネームトーカテブと内通していました。アークは完成後一回もラプチャーの進行を許しませんでした。アークの位置を知られなかったためと言われていますが、それは間違った情報です。ラプチャーはアークの位置をだいぶ前から知っていました。コードネームトーカティブは私に取引を提案しました。アークを襲撃しない代わりに一定数のニケを定期的に供給してほしいと。そして私はランダムでニケを選定し、コードネームトーカティブからもらった侵食コードを埋め込んだ後、防護壁を操作して地上へ送りました。はい、現在ラプチャーと人類の戦力には大きな差があります。戦った場合勝率は 0% です。一切の少数点以下も存在しない絶対的な 0% です。私の思考で最も優先されるのは、正しい選択をしたと判断しています。コードネームトーカティブが消滅した今、その取引が維持されるかは未知数ですが、あなたがいる限り人類にも希望はあります。あなたは今まで人類が成し遂げられなかったことを短時間で成し遂げました。コードネームトーカティブの消滅、ヘレティックの浄化です。なぜあなただけそんなことができるのかはまだわかりませんが、結果があれば原因も突き止められます。勝利の手がかりも見つかるかもしれません。私の判断としては、あなたには今後ヘレティックとの遭遇を最優先してほしいのですが、選択はあなたの自由です。では今日はここまでにしましょうか。楽しい時間でした。
社長。あ、来た。はい、見ての通り来ました。あれは確保したの？確保しました。ちょうだい。価格の提示を。冗談言ってる場合じゃないから早くよこしてよ。性格の悪いガキ。何か言った？偉大なる社長と言いましたが。さっさとちょうだい。これがアンチェインド。バレなかったよね。はい、誰が見ても怪しいネズミのように密かに動いたのでバレてはいないと思います。でも彼らも甘いですね。こんなに重要なものを忘れるなんて。外れた時点でもう念頭に置いてなかったんでしょうね。私には良かったけど。これで何をするつもりですか？侵食は妊婦を汚染させてニケを操縦する。アンチェインドは妊婦を壊す。私が何をするつもりなのかは明白じゃない？質問に答えてください。私は謎かけをしに来たわけじゃありません。お前いつか必ずクビにしてやる。それで何をするつもりですか？メティスを目覚めさせる。